ポケドーの検証シーズ。山本昌、現役復帰させたら再引退までに300勝できる説を検証。4月28日パワプロシリーズ最新作 e ベースボールパワフルプロ野球2022が発売。今作もサクセス、パワフェス、マイライフなど様々なモードが盛りだくさんだが、注目したいのがペナントレースでの年数制限廃止。これまで最大30年までプレイ可能だったものが無限に遊べるようになったのである。というわけで今回その仕様を生かした検証を行うため、ある人物に白羽の矢が立った。元中日ドラゴンズ山本昌、50歳まで現役を続け、32年間で通算219勝を挙げた言わずと知れたレジェンドである。そんな山本昌も今年8月で57歳となるが、今回は彼を無理やり現役復帰させ、再度引退するまでプレーさせ続ければどんな成績を残すのか、そしてどんな能力になるのか、なんなら300勝だってできちゃうのでは、検証してみたいと思う。ちなみに公式サイト曰く、選手は30年目で自動的に優待となるそうなので、結局のところは前作までと変化はないのだが、それでも最大86歳まではプレーできるということである。そして検証に使うデータがこちら。球速や伸び、回復などは年齢の影響もあり低めに設定したが、なんだかんだ山本昌ということで、それなりに戦力として活躍してくれそうな能力に設定。また実際の年齢そのままだとパワプロの高齢者に優しくない仕様が発動し、即引退させられてしまうため、能力こそ低いものの年齢は18歳で超早熟という疑似設定で検証を開始。この山本昌を中日へ再入団させ、投手能力が変に上がってしまうのも困るため、ひたすら打撃練習をさせておくことに。それでは56歳時点での先発登板となる試合を観戦してみることにしよう。バンテリンドーム名古屋のマウンドに帰ってきた山本昌。初回、先頭の桑原を ライトフライに打ち取るが、続く楠本にはデッドボールだが、佐野をレフトフライ、4番の牧はサードフライに打ち取り、初回を無失点。続く2回は先頭の宮崎をキャッチャーフライに打ち取るが、続く関根に左中間を破る二塁打を浴び、7番柴田にも今度は右中間を破る一打を浴び、ここで失点。それでも後続の山本から三振を奪うと、1番桑原をライトフライに打ち取り、なんとか最少失点で切り抜ける。するとその裏、強打がヒットを放ち、56歳山本昌が打席に。浜口のフォークを捉えてみせるが、当たりはショート正面でヒットとはならず。3回は楠本をセカンドフライ、佐野をサードゴロ、牧をセンターフライに打ち取り、この日初の三者凡退。4回も宮崎、関根、柴田をテンポよく打ち取り、復調の気配を見せ始める。だが5回からは谷本がマウンドに上がり、山本昌はお役御免。4回被安打3、1失点という内容に終わった。それでも試合自体は8回、中日がチャンスを作り、5番阿部。コントローラーのバッテリーが少なくなったタイミングで見事タイムリーを放ち、同点に追いつくと、続く木下は
ライト線へ、この当たり外野手が処理する間に走者が一気に2人生還、逆転に成功した。最後はカイデル・マルティネスがしっかりと締め、ゲームセット。山本昌の登板試合に華麗な逆転劇で花を添えることに成功した。というわけで、勝ち負けはつかなかったものの、それなりにゲームを作った山本昌。シーズン終了までスキップし、どんな成績を残したのか見てみよう。2試合に先発し、防御率 0.87、 1勝を挙げる結果を残していた。だが結局あの後、出番は1試合しかなかったということであり、高齢者への配慮だろうか。さて、現状この山本昌はゲーム上では超早熟の若手という扱いになっているので、能力が衰退期に入るまでスキップしてみる。すると9年目、65歳となったシーズンに衰退期に突入。この年は3試合に登板、1試合に先発し、防御率 2.79 で勝ち負けつかずという内容。果たして山本昌はここからどのように変貌し、どんな成績を残していくのだろうか。10年目、66歳となった山本昌は2試合に先発し、防御率 3.72、 1勝1敗。ここで球速がわずかだが1キロ落ちる。11年目、67歳、3試合に先発し、防御率 5.40、 0勝2敗と勝ち星は挙げられず、能力はスタミナが D から E へと落ちた。どうでもいいが、この年室伏という肩だけがめちゃくちゃ強い選手がドラフト候補に。ハンマー投げに挑戦した方が良さそうである。12年目、68歳の山本昌は中継ぎ起用となり、37試合に登板させられ、防御率 10.4、 1勝16敗と高齢者がこき使われてしまっており、13年目、69歳になると今度は50試合に登板させられ、まさかの試合数が増加。疲れのせいか、能力も大きく落ち始め、コントロールが F まで低下。そして14年目、70歳を迎えたシーズンだが、なんと全治516日の大怪我を負ってしまい、登板ゼロ。それでも医師は固くリハビリを続け、山本昌は現役続行をすることを決断。すると翌年、驚異の回復力を見せ、怪我から復帰し、よく知らない若手に囲まれながらも開幕1軍入りを果たすと、36試合に登板し、防御率 8.24、 3勝1敗、5ホールドポイントと成績はいまいちながらもカムバックに成功。しかし能力はさらにダウン、どちらも F。 16年目、72歳を迎えたシーズンは36試合に登板し、防御率 7.50、 0勝4敗、1ホールドポイント、1セーブと、まだまだ投げさせられてしまう。能力も球速が118キロにまでダウン。そしてついに山本昌は引退を決断。しかしここは一旦引き止め、来季をラストシーズンにし、盛大に送り出すことに。日程を調整し、バンテリンドーム名古屋での本拠地最終戦となる阪神戦で引退試合が行われることが決定。17年目、73歳、山本昌は多くのファンの前でどんなピッチングを見せるのか。山本昌と対するのは先頭打者南部とかいう選手。
フルカウントとなって投じたスライダーはセンターがキャッチしアウト。山本昌打者一人でお役御免かと思われたが、なんと立浪監督は次の打者に対しても続投を決断。73歳山本昌の野球人生をかけた魂の一球をとくと見よ。人体が断裂した。ちなみに現役復帰後に挙げた白星は19勝ということで300勝には届きませんでした。ひっそり行く彼の家開け君の鍵で知られ人とベッドフィルソフリー今日から